北陸地方ではこの後も激しい雨に対して警戒をしてください。まず現在の状況、こちらが石川県の七尾市となります。こちらご覧の通り西の方向をカメラで捉えたものになるんですけれども、雨雲の進行方向も西から東です。向こうから雨雲が入っては見通しが悪くなるぐらい激しく降って、またその後少し弱まる、こういったことを繰り返している状況になります。今日の北陸エリアは湿った空気の流れ込みによって雨雲が発達をしやすくなっております。天気図でその様子まずご覧いただきましょう。こちらになります。天気図ですけれども、ご覧の通りですね、日本海に一つあります。この低気圧に向かって南からの湿った空気が強く流れ込んでおりまして、雨雲が発達をしやすいパターンとなります。夜にかけてこの低気圧がだんだんと東の方に向かっていきます。それに伴いまして雨雲も西から東に次々と流れ込む、こういった状況が継続するというふうに見ております。こちらが夜の天気図なんですけれども、寒冷前線むしろ降りてくるぐらいなんですね。雨雲一つ抜けてもまた次のものが入る、こういったことを繰り返す見込みです。その雨雲の動きご覧ください。ご覧の通りこれからまだ強い雨雲が北陸の西部中心に流れ込みます。石川県や富山県のほか、この後福井県でも激しい雨となってくる見通しですので、雷を伴った激しい雨、道路冠水ですとか、あとは落雷や突風ですね、そういったものに広く注意警戒をしてください。夜にかけても引き続き北陸の西部あちこちに雨雲が残るものと見られます。最新の気象情報についてはお天気アプリウェザーニュースでも随時ご確認いただけます。